皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、赤ちゃんの名付け、命名と言いますけれどもね、命名のポイントっていうんですかね、それをちょっとお話ししてみたいと思います。これから出産を控えてらっしゃる方、身近に、妊娠されてるママがね、いらっしゃるような方にはですね、ぜひ必見の内容になってますんで、最後までお見逃しなくご覧ください。でもし、皆さんなりのですね、ご意見とか感想とか、コメントありましたらですね、動画のコメント欄にでもご意見お寄せください。それでは本題に入りたいと思います。はい、今日はですね、2020年5月24日にアメブロの方に、投稿しました私の占いコラム、こちらをもう一度読み返しながらですね、今日は特に赤ちゃんの名付け、命名に着目して皆さんと一緒に学んでいけたらと思います。最後までよろしくお願いいたします。今日のテーマは岡田幻の銀次ということでお伝えしていきたいと思います。皆さんは岡田幻の銀次をご存知でしょうか？なんだね、演歌かそれとも時代劇かみたいな感じですけれども、はい、実は、こちら、人のお名前なんですよ。ね、聞いたことないですよね。はい。あ、なるほどね。岡田銀次っていう名前の人なのね、なんて思うかと思うんですが、違います。これ、名字が岡田で、名前が幻の銀次っていうのが名前なんです。はい。まあ、一般人ではありますが、最近では、なんかキラキラネームの特集番組なんかで、ちょっとテレビ出演なんかもチラチラされてるようなので、まあね、YouTube でも取り上げていいんだろうということで、今回テーマにしてみました。マボくん。あ、ごめんなさいね。親しみを込めて、あえてね、今日はマボくんと読ませていただきますけれども、まあ、マボくんがですね、この幻の銀次というお名前を気に入ってるんだったらね、マボくん自身が気に入ってるなら、それはもうね、それで構わないし、我々がね、とやかく言う必要ないんですけれども、まあでも、名付けた親御さんはよっぽどね、血迷ったというか、酔った勢いかなんかだったんでしょうかね。それで届け出てしまったんでしょうか。ね、幻の銀次いいじゃんなんつって届けちゃったんでしょうね。はい。名前の由来は、ロールスロイスとメルセデスベンツとお城なんだそうです。あ、だから幻の銀次か。なるほどねってなるかいって話ですよね。支離滅裂なんですけれども、なんかこれお父様が好きなものかな？ロールスロイスとベンツとお城が好きで。で、ロールスロイスはなんか幻のなんとかっていうの、車車種があるのかな？で、メルセデスベンツはなんか銀色のイメージで。で、お城にはお侍さんがいるってことで、なんかこういう名前になったらしいんですけどね。ちょっと詳しく知らないんだけどさ、なんか調べると出てましたよ。はい。まあね。まあ私も赤ちゃんの命名鑑定いろいろ日頃からさせていただいておりますが、どうでしょうね、お客さんに。そうですね、赤ちゃんのお名前は、今回は、幻の銀次で言いましょうなんてね、私が提案したら、まあ、パパもママもずっこけるでしょうね。お前、ふざけんなよって話ですよね。まあ、今日は、そんな岡田、幻の銀次くんの画数をまず検証してみましょうか。岡田、幻の銀次。1箇所、2箇所、3箇所、4箇所。5箇所の総角40角がベースになっております。で、先日ですね、実はご質問いただきました。4文字の名前の場合って、この内側とか外側、内角、外角、どういう風に数えるんですかなんていうご質問いただいたんですよね。なので、今日はもうその回答もしちゃいましょう。たまに言いますよね、4文字名。まあ、幻の銀次みたいなね、ちょっとここまでのはいないと思いますけども、普通に4文字のね、お名前って言いますよね。名字だって言いますよ。私の友人でもね、勅使河原って4文字の名字の仲間いますけれどもね。はい。その、じゃあ4文字の場合ってどう計算するのかっていう、ちょっとご説明してみましょう。まずこの丸1番、性格は名字の合計ですから、名字足す名字。岡足す5ですよね。8足す5だから13。続いて、ちょっと2番、3番。飛ばして4番いきますよ。4番は名前の合計ですから。なので、幻の銀次。4たす1たす14たす8で24角になるんです。ここまではいいですよね。じゃ次に2番、内角です。内角の計算方法は、名字の内側たす名前の内側でしたよね。なので、田んぼの田たす幻。5たす4をそのまま足します。9角です。はい。内角というのは、名字がどんなに長くても、
お名前がどんなに長くても何文字あっても、名字の一番最後の文字足す、名前の一番最初の一文字を足した合計です。そして外角。こちらが問題なんですよ。外角っていうのは、外足す外なんです。いいですか？この、外、外側二つ。外足す外なの。銀足す字足す丘。ですよ。だからこれ、名字も四文字だったりすると、外足す外みたいな感じになるの。外足す外。で、ここにある3番目の数字。まあ名前で言うと、まあ 2個目だけど、外から3番目の数字だよね。まあここで言うひらがなのの、ここはカウントされないんです。ただこれはね、どうやら流派にもよるらしいんです。これ全部、なんて言うんだろうな、内側足す内側はまあ変わらないんですけれども、外の場合はね、これ、それ以外、2文字目以降全部足す流派も、なんかあるみたいなんです。でも多分ですけど、私ちょっと統計取ってないんですけども、まあ、外側2つ足すのが主流だと思います。私がずっとこれでやってましたんでね。スガッティ門下生はですね、外側は、外を2文字って覚えておいてください。はい。スガッティ門下では、外側2文字を外角に加算するという考えでいきたいと思っております。そうすると、銀足す字足す丘なんですね。これで外角は30画ということになります。はい。双角はもう全部足した数字ですからね、40画。さあ、しかも、0系列を2つ、ね、30、40ですから、もう間違いなくこれ、画数も度外視してますよね。まあ、受け狙いで幻の銀字っていう名前にした、受け重視で画数は度外視なんです。もう無視です。ね。これではなかなか一般社会にはね、馴染めない数列なんですよ、これ。まあ当たり前ですよね。まあそもそも幻の銀字っていうね、名前をつけちゃった時点で、普通の会社は採用をためらいますよね。もう親を疑うじゃないですか、これね。もうその子がどんなに真面目そうにね、しっかり者で、入社試験も点数良くて、面接の印象も良くて、でも名前が幻の銀字では、もう家庭を疑っちゃいますんでね。ちょっと、普通の会社だったらためらうでしょうね。申し訳ないけど。はい。はっきり言って偏見ですけどね。しょうがないじゃないですか。それが現実です。ね。まあ、マボ君ご本人は割とテレビ見た感じだと、気に入ってる様子でしたので、まあね、他人がとやかく言う筋合いではないんですけれども、まあ、画数についてはちょっと私は無視できません。ちなみに、マボ君にはお兄様がいて、名前を岡田段音松と言うそうです。ね、いいじゃないですか。別に段音松ですよ。はい。でも、私は思ったんです。このお兄様の名前を、段音松と聞いて、あ、なるほど。これは、幻の銀次くん。あ、酔った勢いとか、血迷ったじゃなくて、ちょっと木を照らっちゃってるんだなっていうこと。狙ってるんですよね。受けを狙ってるんですよ。まあ、滑ってますけどもね。でもいいじゃないですか、別にね。はい。今回はですね、この、段音松くん、幻の銀次兄弟を、知ったことによってですね、ちょっと命名について皆さんにお話ししてみたいと思います。名付けですね、命名までのステップですが、皆さん、赤ちゃんの名前を考える順番って、文字先行で、例えばね、この文字使いたいな、萌えっていう字を女の子だから使いたいなとかさ、なんかね、この文字重視、文字先行で決める場合と、あるいはね、響き先行で、こんな響きにしたいなみたいな、あるじゃないですか。翔とかね、人気ですよね。翔くんとかさ、はやてっていう名前にしたいんだけど、どういう字がいいでしょうかとかね。そういう場合も、相談いただいたりしますけれども、私は、重要度は、画数が 70% 対、響きが 20% 対、文字選びは 10% と考えています。圧倒的に画数が一番重要なので、私は画数先行が正解だと思ってるんです。でも、一般の方の中でね、画数から名付けに入るパターンの方ってほぼいないんですよ。しかも、皆さんの周りで、命名のスペシャリストっていますか？いないでしょ、これ。まあね、占い師さんとかさ、そういうのはいっぱいいますよ。でも、スガッティみたいにこの命名のスペシャリストってなかなかいないでしょ？だから、今日ね、このスガッティチャンネルに出会ったからには、もうね、スガッティに相談してください。他にいないですから、命名、スペシャリストにしてる人って。スガッティが第一人者だと思ってください。本当に。はい。そして、まあ、自然堂では、
日頃ね、赤ちゃんの命名のお手伝いを受けたまわっております。1件あたり5500円です。これは来店していただいて対面で、回答する場合も5500円ですし、まあ、高崎までね、わざわざ来れない方の方が多いですから、むしろね、お腹大きいままさ、妊婦さんが高崎まで来るの大変ですから、なので、LINE のやり取りでお答えしてます。その場合も5500円です。で、一件っていうのは、これ一案っていう意味じゃないですからね。一個の名前に対して5500円じゃないですよ。勘違いしないでくださいね。まあ、事前にね、候補がなければ、例えば、どうしてもね、ダンオトマツっていう名前にしたいんだけど、どういう文字がいかねえとかさ、幻の銀次っていう名前にしたいんだけど、どういう、画数、どういう漢字当てたらいかねえなんてね、そういう、場合もあります。そういう候補が特になければ、まあ、一件あたり、女の子の場合はね、ちょっと共数が多くなっちゃって、使える漢字も限られちゃうので、だいたい10から15パターンくらいになると思います。で、男の子の場合は、共数がそんな、女の子ほど多くなくて、だいたい 50-50 くらいで、で、使える漢字もどっと増えますんで、男の子の場合は。なので、20パターン以上、20から30くらいかな、ご提案させていただいてます。まあ、候補がね、10とか20とか多い場合は、それを鑑定するのにちょっと時間かかっちゃって、ちょっと若干これよりもね、少なくなる場合もありますけれどもね、このように。事前に、こんな名前とこんな名前とこんな名前からちょっと決めたいと思って悩んでるんです、みたいに、クライアント様の方から、候補をね、上げていただく場合もあります。で、この候補があまりにもね、20とか30とか多かった場合は、ちょっとそれに文字数稼いじゃうので、まあ、この候補ももしかしたらちょっと若干減るかもしれないですけども、まあ、それでも必ず私は100点満点の命名のご提案っていうのを必ずしてますから。はい。スガッティが100点満点って評価している名前というのは、1000人に1人もいないぐらいの超大吉数ですからね。すごい画数をプレゼントしてますんで。はい。はい。やっぱりね、一般の方っていうのは、画数選考で名前あんまり考えたりしませんから、よっぽど普段から、まあ、スガッティコラム、あるいはこのね、スガッティチャンネル、YouTube ですよね、を、まあ、研究しまくって、画数について詳しくなっている方でもないと、多分100点満点の候補を挙げてくださるケースっていうのは、滅多にないです。だからこういう名前とこういう名前とこういう名前から決めたいんですって、候補を挙げてもらうのはいいんですよ。スガッティからも、何か候補があれば、その候補もね、鑑定しますんで、いくらでもあげてくださいって、お伝えしてるんですね。そうすると、いっぱい候補あげてくださるんです。で、パパとママとでね、仲良く考えてくれてさ、10個とか20個とか候補あげてくれる場合があるんですけれども、それいいのよ。全然いいんだけども、ほぼ、却下になっちゃうんですよ。まあ、この100点ならないから、絶対に。1000回やって、やっと1人、それを、100点満点を持ってくるぐらい。はい。まあ、年に1回もないですね。そんな、パターンは。はい。なので、逆に言えばですけども、自然堂のコラムを読めば、まあ今はね、コラムじゃなくても、YouTube チャンネルのこのスガッティ動画を見れば、いっぱい見ればね、誰でも姓名判断できると思うんですよ。これ何もね、特別な難しいことしてるわけじゃないんで。なので、必ず、まあまずはね、いいねの高評価していただいて、その後必ずチャンネル登録しましょう。もうね、私嬉しいんですよ。皆様から、応援のメッセージっていうか、LINE いただいて、全部の動画見ましたとかね。で、全部見た後もう一周してますとかね。結構嬉しい、励ましのメッセージいただく場合もあったりするんですけれども、コラム読むよりも、やっぱ動画で見た方が入ってきやすいと思うんですよ。なので、今後はやっぱりね、YouTube 動画をご覧になっていただいて、多分100件から200件ぐらい見ると、あなたも占えるようになりますんでね。はい。みんなでハッピーになっちゃいましょう。今日は以上かな。はい、今日は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。